こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴ありがとうございます。正体不明の無人小型艇、海上ドローンが9月21日にウクライナのセバストポリのロシア海軍基地近くの海岸に座礁しているのが発見され、ロシア軍によって露覚されました。ウクライナ軍が開発した無人自爆艇と見られています。 今日はこのことについてお話します。正体不明の無人小型艇海上ドローンが9月21日にウクライナ南部のクリミア半島セバストポリのロシア海軍基地近くの海岸に座礁しているのが発見され、ロシア軍によって露覚されたということです。ウクライナ軍が開発してクリミア半島のロシア海軍基地近くで ロシア軍艦艇を攻撃するべく送り込まれたのではないかと見られていますこの無人小型艇のサイズはこの図のように長さ6.5メートルほどでカナディアンカヌーを一回りほど大きくしたようなサイズとなっていますアメリカ空軍の退役軍人で暗号言語学者の分析によればこの写真から 様々な装置が推測されています。線尾についた四角い平面はスターリンク用のアンテナだといいます。船体中ほどの膨らみは電動モーターを覆っているカウリングです。こちらの白い突起は水平を保つジンバルに乗せられたカメラです。バウ 選手の上についた小さな機器は距離を測るレーザー測距技です。そして選手先端についている二つの突起は爆発を引き起こすデトネーター、起爆装置です。日本の太平洋戦争を振り返りますと、大戦末期に旧日本軍は特攻兵器として 小型艇信用を建造しましたが、こちらはそれを無人化したような兵器となります。ウクライナ支配下の海域からロシアが占拠するセバストポリ近海までは150海里以上、およそ 300km ほど離れているので、おそらくは電池切れや浸水による消灯を起こしたのか、もしくは 何らかの危機の不具合を起こしてコントロール不能となり漂流して海岸に打ち上げられたのかもしれません。ちなみにアメリカは今回発見されたものとは全く異なる米国製の小型無人艇マンタス T シリーズをウクライナに対して供与したと5月に言われていました。マンタス T シリーズは偵察監視機能だけで 攻撃機能はありません米国製のマンタス T シリーズはドニエプル川などの大河川で偵察に使われているのではないかとも言われていましたもしかしたらドネツ川の河童の正体はこのような無人小型艇だったのかもしれません今日はここまでにします最後までご視聴ありがとうございました チャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた